吉谷さん、時代が変わったんですよね。記者会見の YouTube で1000万回転、それすごいことだと思いますけども、普段テレビで視聴率 7-8% のなんか低視聴率番組でも、要するに 7-800 万回転回ってるってことなんで、ちょっと注目の記者会見ってだから2000万回再生ぐらいの価値があるんじゃないかなっていうところですよね。それが YouTube に来て、テレビよりも YouTube を見る人の数がこれからも増えるんで、YouTube に網を張っといて間違いないかなと思うんですよ。で、今までずっと作ってきた YouTube も再生される可能性がありますからね。ずっと種をまいとけば、まさに YouTube の時代じゃないかなと思うんですよ。私は今まで作ってきた YouTube すら資産にできてるかなと思いますんで、一日も早くね、 YouTube を始めることをお勧めします。ところでね、やっぱ思い込みによって人を評価する判断する人ってのは、まあ後を絶たないし、私もその一人なんですけども、ポイントサイトをねやってると、まあそれは稼げないんだと、ずるいこと言うなと、いい加減なこと言ってんじゃねえみたいなことがやっぱりあるんですよ、私のところにもね。で、私はたった2ヶ月で10万円の売上確定をね作りました。10万7千円です。で、ポイントサイトをやってる人を見ると、ほとんどの人がね、確定ベースでは 2-3 万がやっとで、2ヶ月かけて5万円いってないそうなんですよ。で、私もそのポイントサイトを紹介してる人のアカウントとか見に行くんですけども、本当だなと思いました。ほとんどの人はそんなにスラスラ稼げないってことがあるんですよ。まあ、それもそのはず、ポイントサイトから始める人って基本的にクレジットカードみたいな一発で数千円みたいなね、一発で1万みたいなのがまずできないのと、あとはね、不動産系の投資の面談っていうのが1時間ぐらいの面談で、これがね1万円とか2万円とかっていうのが結構あるんですよ。で、これがねやっぱり年収いくらっていう証明がいるんで、これも受けられないんですよ。あと FX の口座開設は割と簡単に、縛りもないんですけども、難しそうなんでやらないというね、この3つの美味しいやつをほとんどの人ができないんで、本当にね、なんか100ポイントとか200ポイントみたいなのばっかりをやって嫌になっちゃうんだろうなと思うんですよね。で、そう考えていくと、まあ年収レベルでは問題がなくって、で、会社の経営もしてるんで、法人案件もできて、で、私の場合はその他もう自己アフィリエイトに長けてるんで、ポイントサイトで確定を出すのっていうのはそんなに難しくないんですよね。だから確定率も私は高いと、確定率が高いといっても 60% ぐらいがやっとです。私がね、トリプルブラックの時に 80% を超えた確定率だったんですけども、通常ね、確定率って商品購入とかなんか無料申し込みで100円200円みたいなの以外は30% ぐらいだと思うんですよね、私が考えると。だからポイントサイトを始めたばっかりの方でうまくいってない方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そのために私もね、ポイントサイト の実はこうだよっていうのを放送をやっていかなくちゃならないんですけども、ポイントサイトを進めている人のほとんどがね、自分でもやったことない案件をポイントが高いよポイントが高いよって進めてるんですよ。これをね、ほとんどの方がやっちゃうと、ポイントサイトは稼げないのに煽ってるみたいな評価になっちゃうんで、私も流れ玉を食らったみたいなことになるんですよね。論による証拠、私は丸2ヶ月で10万円以上の確定を出してるんで、まあ、これはね、多分上位の数パーセントの人しかできないと思うんですよ。まあ、そう考えるとポイントサイトも、やっぱりこう運用の仕方次第で全然差ができちゃうなと思うんで、ますますね、私の、なんかその存在意義っていうのはあるんじゃないかなと思ってますけどもね。はい、ということでね、やっぱりこう誰がどの角度で見るとどう見えるのかっていうところですよね、きっとね、まとめると。その YouTube の1000万回再生もどの角度で見るとそれがすごいなと思うのか、そんなのたまたまだよとかね、そんなの自分には関係ないしってなっちゃうのか、それとも YouTube でそんな可能性があるんでちょっとやってみようかなと、だって何が当たるか分かんないもん、とりあえずいっぱい作っとこうみたいなモチベーションになるのかね。本当道の分かれ方がこう極端になってきたなと思います。これからね、本当に究極の二極化がどんどん進行していって、全く稼げない本当の底辺なんとかっていう言葉はあまり好きじゃないんですけどね、そういうのがあったりとかして、あとは自分がやった分だけ自分の身になり肉となるような、そんなアクティブな人がいて、すごく分かれていくのかなと思っちゃうんですよ。そんな時でも忘れちゃいけないのが、やらない人ができないのはしょうがないじゃんっていうふうに冷たく切り捨てて自己責任論をそこに持ってくるんじゃなくって、どうやったらそういう人でも動きやすくお伝えできるかなっていうようなことを発信者としてはちょっと気をつけていこうかなと思いますよね。どういうふうに表現したら伝わってくれるだろうかなっていうところですね。伝え方って本当に大事だなと思いましたね。そうですね、1000万回転か、すごいですね、一発でね。
私たちはね1000万回転ね一体いつ行くんでしょうか。まあ1000万回転じゃなくても十分暮らしていけるんでいいんですけどね、うん、だからもう身の丈に応じた再生回数で頑張っていきましょう。いってらっしゃい。